ヤ富駅は愛知県ヤ富市うぐゆら町中6にある東海旅客鉄道、名古屋鉄道の駅である。駅番号は東海旅客鉄道が CJ05、名古屋鉄道が TB11。JR 東海の関西本線と当駅を起点とする名鉄の微細線との接続駅であり、両者が校内を共用する共同使用駅となっている。また、 東駅南側に100メートルほど離れて、近畿日本鉄道名古屋線の近鉄や富駅があり、徒歩連絡が可能である。JR 東海、近鉄、名鉄の3社が乗り換えが可能な駅は、名古屋駅と東駅だけである。関西本線の運行形態の詳細は、関西線を参照。名鉄は東駅市発電車の多くが、平吉田駅、または、豊明駅まで直通する。 ただし、名鉄名古屋方面へは、津島、塚口を経由するため遠回りになる。夜間対白は行っておらず、始発列車は、津島方面から営業列車で送り込まれる。そのため始発が遅く、午前5時台には発車がない。JR は、区間快速と普通が停車、名鉄は普通のみが発着する。両線とも概ね1時間に2本程度である。 当駅を発着する名鉄の列車は、ほとんど4両編成である。かつては、名鉄尾西線各駅と関西本線の蟹江、桑名、富田、四日市、笠登亀山、伊賀上野、奈良、桜井線の天理、紀勢本線の木長島、大汗、熊野市、新宮で、連絡運輸を行っていた。6両編成対応の端式ホーム1目1線と、 島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ地上駅。駅舎天井中央には、雅美市の名産である金魚の模様が施されたステンドグラスが飾られている。駅舎側に単式ホーム、港内北側に島式ホームがあり、2つのホームは古線橋で連絡している。1.2番線の間には、貨物列車対比用で非電化の抽選がある。 島式ホームに自動販売機がある。エレベーターやエスカレーターはない。駅自動放送や接近メロディは JR 線には導入されているが、名鉄線には導入されていない。かつては3番線の北側に貨物側線があり、名鉄、旧国鉄間の渡り線があったが、微細線の貨物営業廃止後に撤去されたため、現在は駐車場となっている。 名鉄は留置線等を設けておらず、鞘方面からの列車がそのまま折り返す。JR 関西本線名鉄微細線地上で、日本一低い駅の看板あたり駅は、海抜0メートル地帯の中にあり、日本一低いところにある地上駅である。ただし、実際には南に隣接する近鉄八富駅の方が、低いのではないかと、 鉄道評論家の川島慶三が著作で指摘したことがある。JR 東海が業務を実施し、東海交通事業に業務委託している。桑名駅管理となっており、窓口営業時間は7時45分から19時であるが営業時間内でも不在となる時間もある。名鉄連絡先は名鉄市宮駅である。駅舎内部には JR 全線切符売り場や、 自動券売機一台、簡易自動改札機やとか、チャージ機が置かれている。従来の改札機はとか並びに、名鉄線におけるマナコにのみ対応するものであり、時期式乗車券には対応していなかったが、2021年2月1日の集中旅客サービスシステムの導入に伴い時期式、乗車券にも対応する簡易型自動改札機に交換された。また、 名古屋駅から当駅まではワンマンの場合も車内生産は行わずすべて駅で生産となる。八田駅、春田駅、蟹江駅とは異なりサポート付き指定席券売機がないためま独自営業時間外は指定席券や学割乗車券などは購入できない。なお、自動券売機は JR 東海様式のタッチパネル式であり、名鉄線乗車券は 画面右下の名鉄線の表示をタッチし名鉄の運賃の画面に切り替える。名鉄線の乗車券も JR 東海の自問の時期券で発行されている。また、窓口においては名鉄線定期券が発売されているが名鉄の規格乗車券は発売されていない。とかまたはマナコで JR 線と名鉄線を乗り継ぐ、際は2.3番線ホームにある簡易改札機での 記録が必要である。2012年4月21日のとかまなこ共通利用開始までは2.3番線ホームに、簡易改札機がなかったため、名鉄線津島方面から JR 線名古屋方面を移動する場合、古線橋を渡り改札機まで行きカードをタッチしまた、戻るという動線になっていた。名古屋鉄道では、微細線にトランパスを導入していたが、 例外的に、当駅には導入されなかった。2012年2月29日まで当駅窓口では、トランパスの処理ができず、ホーム上にも、自動生産機などトランパスを生産する機械は、設置されていなかった。トランパスで入場して、当駅で下車する場合には、発駅からの運賃を現金で支払った上で、証明書を受け取り、次回利用の際に、名鉄のトランパス対応駅において、 カードの入場状態を取り消す処理を受ける必要があった。当駅は昼間時間帯に窓口が閉鎖されるため、この時間帯に下車すると証明書が受け取れないことになっていた。当駅から乗車して、着駅でトランパスで出場する場合は、最短区間の乗車券を現金で購入して、着駅でトランパスで生産することになっていた。これらの取り扱いは、 トランパスの利用終了に伴い2012年2月29日で終了した。トランパスカードは当面の間無手数料で払い戻すことになっているが、上記の通り当たり駅にはトランパスを処理する機器がないため、当駅では払い戻しは取り扱っていない。IC カード利用時の JR と名鉄の乗り換え方法の案内名鉄が2011年2月11日から、 IC カード乗車券、マナコを当駅にも導入したことで、簡易 IC カード改札機で両方の IC カードが利用できるようになった。ただし2012年4月21日より、トカマナコの相互利用が行われるまで、両線を乗り換える場合は、一旦改札外へ出場の上、U ターンして再入場しなければならなかった。また、同時期には、 出場の際にマナコの残額が不足していた場合には、係員に申し出て、チャージを行い、改めて簡易 IC カード改札機にタッチして、出場処理を終える必要があった。早朝、深夜並びに、係員の昼休み中などには、マナコのチャージができなかったため、出場処理ができなかった場合には別の機会に、名鉄の係員配置駅に申し出て、出場処理を行う必要があった。 2012年4月21日からは、マナコと、トカとの相互利用開始により、当駅でマナコのチャージがいつでもできるようになった。ただし、トカ、またはマナコを用いて、当駅で両線を乗り換える場合は、校内に設置している乗り換え用の簡易 IC カード改札機に必ずタッチしなければならない。また、当駅より名鉄線のみに乗降する場合には、改札口、 ホーム上の簡易 IC カード改札機双方に都合2回タッチする必要があったが、2021年2月1日の集中旅客サービスシステム導入に伴い、改札口は簡易 IC カード改札機から交換された簡易型自動改札機へのタッチに変更した。特殊な改札口のご利用方法を参照のこと。ありがとうございます。